山でございます。今日もサカツクやっていこうと思います。前回の動画ですね、ゴールデンウィークキャンペーンに合わせて10連ガチャってどなんかどうなんかということで10連ガチャ引かせていただきましたけども、うるさいぞ携帯のくせにということで、今回はですねその中でいただいたコメントの中で僕がね動画の中でメッシ欲しいみたいなことを言ったんですよ。そしたらそれに対してコメントで、メッシ出ねえんじゃねえかみたいな、メッシ出ねえんじゃねえか説を唱えた人がいてですね、もうほんまかいなと。で調べてみようと思ってサカツクのウィキないかなって出てたら探してきましたよ。このサイトすごい、見てください。まずこのサイトの紹介みたいな感じですかね。まあ普通の一見普通のウィキなんですけども、選手がね星5星4星3星2星1ということで、もう今あるやつ全部あんのかな、もしかしたら出る選手全部入ってるのか分かりませんけど。で監督データに関してはサカツク監督データとフォーメーションコンボ、この2つ、まあ、選手データと監督、まあ、監督データとフォーメーションコンボ、まあ、合わせた監督2つのボンバーができるということで、これいいんじゃないかと。でまあ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 調べようと、メッシが入ってるのかいかがでしょうか。これまあもしかしたら、まあ、どっかにデータが、ね、出てたのを転写したのか、まあ、この人が調べたのかね、サカツクめっちゃやり込んで分かんないけど、意外とね、これどうですか、まあ、これ全部じゃないとは思うんだけど、まあ、これから多分更新で増えていくのかな、星5全部なのかな、これ。フォワードはね、スアレスとイブラヒモビッチ。で、ミッドフィルダーで、ハメス、コッケ、ポグバ、ロナウド。ロナウド LMF なんだね。で、カンテ、カゼミロ。で、ディフェンスは、バーラン、ジョルディアルバ、チアゴシューバ、キーパー、ダビド・デヘアだけとなっております。以上ですという感じで、この広告の、ライズアップの女性のね、可愛い、素敵な女性の、笑顔でお疲れ様でしたみたいな声聞こえますけども、いやお疲れ様じゃないと、少なくね星5って思ったので、最初思ったのは星5こんだけなのか、この人が出たやつなのかなと、この人が出たやつだからまああんまり多くないのかなと思ったら、こうさ星1選手、星1こんだけしかいないの、 1,2,3,4 人でね、あ星1も少ねえなって思ったの。俺は星1が一番多いと思ってたんだけど、よく考えたら星1ってむちゃくちゃ下手な人だからまあ少ないよなと。星3とか見るとこれ見て、めちゃくちゃこの人データ取ってんのすごくない？これ見たらさ多分星5も全部入ってんじゃねえかなって思うの。これだってすごい数だよ、指疲れるわっていうぐらいスクロールしてるからね、この右画面で。僕、ウィンドウのね、ウィンドウ全部、今、録画してるんで、このシークバーがぐー上がってくるの分かるでしょ、シークバーっていうのが分かんないけど。で、考えたら星5、これだけが、今、現状出てるのこれだけだよっていうのも、割とうなずけるというか、でも1ユーザーがやったのかな、これ、何かしらの、なんか、ツイッターとか分かんないけど、情報収集ツールとか集めなきゃ、これ、難しいよね。まあ、でも、気になるところの、気になるそのデータの内容なんですが、選手名、国、基本ポジション、プレースタイル、特徴1、特徴2、特徴3、特徴4、で特徴3と特徴4は覚醒1、覚醒2ということで、覚醒したら増える、あの開くところですね。で、パロメーターに関すると、ドリブル、シュート、パス、タックル、パスカット、マーク、トラップ、キープ力、プレースキック、精神力、スピード、パワー、スタミナということになっていると。まあ、これを見てね、なんて言うんだろう、まあ誰を取ろうかなとかもそうだし、一番これ役に立つなと思ったのは特徴3と4の部分。まあなんて言うんだろう、やっぱこの特徴ってすげえ大事なところだから、なんて言うんだろう、固有 ID というかさ、その人にしかできない特徴的な動きっていうのをやるはずだから、まあ、伸ばしたらね、ドリブルとかシュートとか伸びるだろうけど、そのパロメーターの部分はこれやっぱ特徴っていうのは大事なのかなって。その時にさ、こいつ覚醒させて何を覚えるんだろう、まあ言ったら技みたいなもんじゃん。それがまあこれ全部載ってるからね、すごいよね。だからまあスアレスどうなのかなみたいな、もしかサイドアタックに丸とフィジカルで、その後タフガイとか、野生の嗅覚怪しいよね、野生の嗅覚絶対臭くない？もう勝手にさ、スアレスがもうフリーになってさ、誰かミドルシュートとか打ったらキーパー弾くじゃん。それが多分ね、スアレスの方にこう、スアレスがいる方にキーパー弾き出したりとかするんじゃないかっていう。そういうのも楽しみね。ちょっとこれ見ながら、この選手、ちょっとここ楽しそうだな、みたいな。あとは、僕が言ってた、ガチャ引くときにさ、レポート用紙をペラってめくるじゃん、レポートあれ。
で、あそこに特殊、あの、特徴とかが出てくるじゃん。カウンター丸、スパースターとか。あれが多ければ、いい選手なんじゃねえかとか思ってたけど、あれは演出の一部みたい。俺の知り合いでロナウド引いたっていう人いるんだけど、その人は何も出てこなかったんだって。だからうわ星さん来たわみたいな、ザッコイやつ来たわ思ったら星5になってロナウドだったらしいから、まあ、もしかしたらその人がバグの可能性もあるけど、まあ、そうじゃないとしたら、まあ、激アツ度みたいな、まあ、スロットかパチンコとかをねやったことある人は分かると思うんですけど、激アツな演出があれば確率は高いよ。大当たりの確率は高いけど来ない可能性もあるし、逆に何の演出もなくてもいきなり大当たりしたりとかするから、まあ、そういうなんか、まあ、目安ぐらいのもんなのかなという感じですね。で、選手データこうやってニヤニヤしながら見つめるのもいいですけど、これがやばい。サカツクのね監督データ、星1、トムシエ、フランス、サイドアタック、サイドアタック強化、ルーキー、指導、レベル1。こう監督アビリティというのはかなり大事だと思うから、誰を取ろうかなみたいな、まあ、スマホの中で全部見れるっちゃ見れるんだけど、でセンターアタック、アズーリスタイル、プレミアムスタイルとか、でこの、ここの星3しかまだ出てないんだよね。まあ、選手だけ星5まであって、監督星5ないと思うことはないだろうから、まあ、この人が進めてるところで星3しか出てないのか、まあ、アップデートで入るのか分かりませんけど、この辺もね、かなり見ていくと面白いですね。で、おすすめ？これ、サカツクのフォーメーションコンボやばいよね。ショートカウンター 442A、カウンター、クラッシャー、アタッカー、シャドウストライカー、で必要選手登録。まあ、この、ショートカウンター、フォーメーション442とか全部ね、書いてあるのよ。で、これ？必要選手4、必要選手5とか、誰がいる、いるかのが書いてある。で、効果としては全選手のパス、ドリブル、タックルが強化されるということ。でパソコンとスマホを、まあ、どっちもねこう見れる状況にあれば、まあ、スマホでさいちいち、まあ、スマホがやって結構あのなんていうの、ボタン押してからページが変わる反映とかもちょっと重い時とかもあるし、そう考えたらもうここでもうかん、ね、フォーメーションの画面を選んどいて、ここそのパソコンで調べて見て、こうやってあ、じゃあこいつとこいつこいついる、いるのか作ろうみたいな感じでフォトツクでやったりとかさ、あのフォトツクのフォーメーション、あのポジションをさ選べるさアイテムとかあるじゃん、ああいうのとかをゲットしたりとか、まあ、見ながらやるっていうのはすごく楽になりそうですね。で、これ見てて、あとはこの効果、全選手のパス、ドリブル、タックルが強化されるとかね、全選手のキープ力、タックル、スピードが強化されるって、どんぐらい強化されるのか分かんないけど、あのねフォーメーションコボマジで大事、かなりね多分あの底上げされると思う、監督のおかげで。フォーメーションコンボだ、前も動画で言ったけど、試合中にさ選手交代できるじゃん。だから後半60分ぐらいからっていう設定しといて、試合始めて前半 3-0 で勝ってて、後半の60分まで 3-0 で勝ってたので、もう勝ったなと思って、でまあ番をまあこうまあなんていうの、もうその絶対負けないように、疲れてさ、選手が疲れてそれで負けちゃったりとかして嫌だから、最善のを尽くそうと思って、あのそのままね選手交代で、あええやんええやんと思ってたら、選手交代したらさフォーメーションコンボがあの崩れちゃったのよ。そしたら後半の60分から4点取られて負けるっていうさ、あれフォーメーションコンボをメインに考えた方がいいっていうぐらい大事なんで、この辺見るとかなりね、すいません席がパーパーしますけども、大事になってくるということで、このサカツクのウィキ、まあね、すごいよね、すごいよねの一言しかないんだけどさ、俺尊敬するわ、このゲームのさウィキとか作る人。まあね、攻略、お役立ち情報とかも、まあ、まだ作りたてだから全然載ってないけど、この辺がね随時更新されていくのかなと思ったら、今後が期待されるページなんでね、まあゲームしながら攻略サイトっていうのはね、どこを選ぶか大事になってくるんで、ぜひぜひね気になった方は見てみてくださいと。シャマ君からのお役立ち情報でございました。はい、ということで今日もやっていきましょう、サカツク。まあ、ガチャはねこの間したからやんなくていいかなとかも思いつつ、あとねコメントであったけど、あの俺がさ監督切り替わらないから、あの俺全部監督買ってたって言ったじゃん。であれに関して、そのいらない監督は残しておいた方が、リストの更新で別の監督が来ていい監督来る可能性あるから残しておいた方がいいよって言ったけど、コメントでね、あの更新 1年間されませんでしたという人いたから、バグなのか分かんないけど、だとしたらもう監督あんまりこう何ていうの、期待できないというか、単純にそのなんかランダム性があるものじゃなくて、選手とかあのスカウトのスカウトの方はランダムじゃん、あれとは違って、なんかこう
ここまでゲームを進めたらこの監督が出るっていうアンロックが外れるみたいな、まあ、ものなのかなという感じで、考えております。だからまあとにかくねいい監督取りたきゃ、まあどんどん試合を進めていかなきゃいけないとっていうゲームの進め方仕組みにしたってことは俺選手より監督の方が大事だと思って。でこんだけ大盤振る舞いしてさ星5の選手も、まあ、十何人しかいなかったでしょ。あの中からロナウド引き当てるの楽勝じゃん。で星5確定スカウトとかももらえるし、そう考えたら選手より監督が大事なゲームっていうのが僕の中でより一層確信がこう固まったっていう感じですね。あとね、これがねとあの知っておいた方がいいよって、まあ、今日はちょっとこう あんまり見落としがちな補足情報みたいな感じなんですけど、ホームからショップ行くじゃないですか。で、まあ、GB パスショップっていうのが課金するとこですよね。でその下の交換所エクスチェンジ、これ大事だわ、俺知らなかったもん。でこれでフォトツクの時のポジションを固定できんので、これは課金、ここは課金だな多分、あ多分っていうか絶対。でその次資金リングコインで4種類あって、それぞれが交換できるアイテムが出てきます。例えば基礎練習 ×30、選手強化の基礎的な練習メニュー ×30、 30個もらえるよとか、ディフェンスの能力アップとか、でここよ、ここ大事、覚醒特別コーチ、これなかなか手に入らないんだよね。で俺がずっと欲しがってたこれ進化練習 ×10、 これはリングっていうのが必要で、このリングっていうのはアリーナで試合をすればもらえるんだけど、そのこのね進化フォーメーション、この画面でさ、ここでね久保、はい、じゃあ強化しようと、で進化やなと思って進化って押すやん、そしたらここにね久保からゴールデン久保になりますみたいな画面の下にこのアイテムが出てくるわけで、押すとねこの選手進化に使用する特別練習メニュー、主な入手先アリーナって書いてあるから、俺はその時にあアリーナで勝てばもらえるんだなと思ってた。で違うんだよ、アリーナで勝ったっていうか試合したらリングがもらえて、そのリングをエクスチェンジの交換所で交換したらようやくゲットということで、ちょっと見落としがちでしたけども、これやれば久保選手、まあ、久保選手、俺の場合は久保選手ね、進化させるとか、では覚醒の特別コーチここでやれるし、でフォワード覚醒専任とかね、これ多分もしかしたらポジションを専任した方がいい結果になるんだろうね。遺跡特別チケットとか、まあ、大体いる欲しいなみたいな、欲しいなみたいなやつはここにあります。で星5確定もあるしね、コインでゲットできるよと。で交換可能枚数3枚だから、このコインってどうやって手に入れるんだっけ。え3枚っていうのはさ1つのアカウントで3回ってこと、それとも1日3回、それとも月3回、かなり星5もらえるよね。そう考えたらやっぱり監督大事だね、フォーメーションコンボ。でもまだ分かんないのがねこれなんだよね、この建て替えスタジアムとか建て替えるときにさ出てくるこの、ここなんて言えばいいんだろう、このお金がさいくらかかりますよ、1、10、100、1000万、10万、30万かかりますよっていう横、このスタジアムの絵柄みたいな、これがねなんかリーグとかリーグ戦優勝とかしないともらえないよねこれね。エクスチェンジでどうにか手に入れたら、まあそういうのやらずにね、どん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 、ね、スタジアム大きくしていって、まあね、弱いチームにそんなにサポート入るのかっていう気はするけど、そこはもう得意のおにぎりとなんだっけな、コンボ、このコンボを使ってね、これはね、ファンクラブと、ここなんだ、サイン会場とファンクラブイベントとかコンボしたら、ボンボン引いてきますから。で、お金をゲットして、クラブを強くしていくっていう感じで、僕は今進めてますね。今現在、イーストヨーロッパリーグでランク1。やばいよね。一回ちょっとチャマのさ、試合見る？マジで強いからね、今。ほんとやばいよ。まあ、相手は14位ですよね。で、総合力、チームの総力が17,735。で、相手はサイドアタックで、こっちはカウンターなんだけど、まあ、正直、こんだけの戦力差があったら、まあ、変えなくていいかな、みたいな。で、まあ、結果見れちゃった。結果見るじゃん。あ、ダイジェスト見ようじゃん。結果見るじゃないわ。もう結果もこんなん見せられてもね、これ見せられたって、もうこれ、一人でやってる分には楽しいけど、実況するんだったらこれ見せられてもちょっとよくわからないよな。うん。これ楽しいよね。ハラハラするわ。ボールがなんか、ね、自陣にさ、偉い、自陣で偉いコネコネされとんな、みたいな。
まあ、勝ちますわなと、まあ、これはいいんだよ、これはいい。ちょっとミスっちゃったわ、うん、今はね布陣はこんな感じですね。怪我した選手とかをね、怪我してさ外れた選手、これサカツクのチームで残酷だよね。選手の能力がそんなにさ、そこまでの影響を及ぼさないから、一回怪我してあのわけわからんさ若手とかレベル1のやつとさ変えるやん。でそいつが、そいつ入れてても負けなかったら、シャマ君監督全然気づかずそのまま行くからねもうそれはもう残酷すぎるよな。あ、カップ戦か、いいね、カップ戦、うん、今はまあちょっとどっちもね優勝しちゃって、まあ、やる意味ないまではいかないけど、あんまモチベにならないけどやっていきましょうということで、カップ戦はチャマンチェサ U VS FC サンクトペテルグルグです。チーム力あっちが1万ですね。カウンターカウンター絶対負けないじゃん。試合を見ると久しぶりに見るね、これね。やっぱ一人でやるときはもう大体もう結果見るでパーだからな。でダメだったら選手変えたりとか監督変えたりとかしてね。さあ入場してきました、チャマンチェサユーはラモス、庄司、鎌田、相手は誰かいる？いや誰も知らんでと、負けるわけないやん、こんな負けるわけないやん、これキックオフということ。ちょっとねこんな感じで日の丸スタイルで、あれなんだっけ、カウンターかな確か。ハメスいますよと、ハメス、あ違う、ペドロか、え、ハメスが、ハメスだよ、ロドリゲス、ジェイ・ロドリゲス、ペドロもいるよ。え、先制されたんだけど、メアンドロ誰ですに、いや誰ですってこっちのセリフだわ、お前誰だよっていう、え、マジ、ちょっと待って、ペドロ・ロドリゲスもいますな。まあまあサクッと返してくれるんじゃないかなと思うけど、このパスワークえぐくないね、え、テクニカルセーブ関係ないからね、久保からしたら関係ないから、テクニカルセーブとか。いいですね、いいですね、これはい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 、まあ、正直ね圧勝してほしいぐらいの相手チームなんだけど、割といい勝負になっちゃってるのが悲しいわ。いいとこでキーパー取りましたね、はい、宮野原、はい、久保、あ、いいとこ、ペドロがいいとこ、いやペドロじゃないよ、そこペドロ使った方がいいよ。久保がね割と組み立ててる、いやうますぎでしょ久保、普通にさベンゼマみたいな動きしてるよね僕が知ってる久保とはちょっと違うわ、もうとにかく点取るみたいな、それ以外あんま上手くないみたいなイメージだったけど、ポストプレーとかベンゼマみたいな動きしてた今、ちょっと降りてボールもらいってみたいな、わがままなペドロにパス出して触ればゴールみたいなパス出すみたいなさ。あ、このジョルディアルバマジで活躍するから、ジョルディアルバ謎の活躍するから、うん、お、いいね、いやそこ取ってほしいな、あ、ナイスクリア、そこペドロいる、久保は出さない、サイドアルバもう一回使っていく、中外中でいい、あ、ちょっとテンポが良すぎたかな今ね、いいんだけどね中外中は、揺さぶって揺さぶって、ここちょっと怖いよ、うわ、え、ちょっと待って、庄司、あ、カード出てないか、あれちょっとね今ねスタメン4人ぐらいねイエロー1枚もらってるからめんどくさいんだよな、結構ねチーム的にファールトラブルに陥っております。あ、いいじゃん、あ、惜しいな、あそこ久保だったら入ってただろうね、あ、行かないでいい、ナイスナイスナイス、オッケーでいいよそのタイミングで、あ、中怖くないこれ、アレクサンジルのショート、ちょっとシュートが雑魚かったから良かったねこれね。ピー・ロドリゲス、これやっぱこのぐらいの画面がダイナミックでいいか。宮野原ため作ってサイド、鎌田、ここで終わんの？坂つくの審判、あともう、ここで止めるやつ絶対いないって、世界でもいないよね。あ、でもフリーキック蹴る前に止めたりとかもするか、結構いいとこで。ちょっとまあまあ勝ってるからいいけど、負けてる時だったら監督ブチギレですよ。あ、やばいやばいやばい、オッケー、ラモスがね結構成長してきていい感じなんだよね。でね、本当はねあいつ使いたいんだよな、あのチアゴシューバー、でもどう見てもね能力がちょっと庄司にね、あ、テクニカルシュート、久保来た、絶対入るだろう、神ちゃんキーパー動けずみたいな、え、オフサイドなの、なんでお前さ久保さ外にいんのにライン見えてないのそこでオフサイド絶対だよね、中見たら全中にしかいなかったのディフェンダー、外でめっちゃ低い位置にいるディフェンダーがいてくれみたいな、お願い裏抜けだったのかな。あ、宮野原結構いろんなとこ顔出して、
お、鎌田いいね、鎌田いいね、いい上がりしてるわ。あそこちょっともうちょっとね、こうカバーというか協力してボールもらいに行ってほしかったね。はい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 。いやでも見ててもね、やっぱちょっとずつね、この画面でも見ててうまいっていうかさ、強くなってるのがわかるから。はい、来た、いいよね。サクッと。キーパー動けずや。また。さっき久保のね、シュートでも動けなくて、あ、いいシュートだったんだろうなと思ったら、PK でも動かなかったから、動かないキーパーなのかもしれないね。あ、まあいいね。そうね、本当だったらクリーンシートで終わりたいぐらいの相手なんだけど、まあ、1点先制されちゃってるから、まあ、フットボールは何が起こるか分かんないということで、まあ、でもこれ以上の失点はしてほしくないね、まあ、勝つんじゃなくて内容にもこだわってほしい。いいね、なんでそこでも選んだんだろうね今ね。なんで今鎌田に出したんだろうな、本当。誰もいなかったのかな前、もうちょっとキープできたような気もするけど。マイズリンかな、ミワノビッチ、あ、いいとこ出したな。あ、ぶんない、オッケーオッケーオッケー。ハメス。カースビーリ、カースビーリね。一番最初に俺が取ったやつね。日本代表とか無視して。あ、ジョルディアルバ。こっからね、ジョルディアルバ、もうちょっと俺参加してほしいな。褒め変えたからかな。前のね、監督の時、めっちゃジョルディアルバ中心みたいなサッカーしてたんだよね。でもそれだと、前がね、久保が使えないとか、ハメスが使えないとかあるから、さすがにやっぱ前の選手ね、いい選手使いたいなと思って。はい、パワフルフィード。どうなる？ね、光プレイ見せた後にピーピーになりましたということで。シャマンチェスターどうですか、強くないですかこれ。うん、久保ペドロ、ペドロはね俺結構お気に入り。まあ、全員ね最低でも 6.0 ということで、最高は、久保の 7.5、 相手守備を粉砕と。ほらジョルディアルバ動きにキレがあったということで、かなりいいんだよね。ホーム戦ではないしため収入なしで、でも1万7000人入ってるから相当人気クラブになってきましたね。うん、という感じで、まあ、どんどん進んでいくのか、まあ、こんな感じでね、サカツクを楽しんでいるチャマでございますが、現状チャマのチームこんな感じということで、分かったことをねまたどんどんね動画にしていきたいと思いますんで、皆さんもサカツク、まあ、僕がねあのフォーメーションコンボ監督の方が大事って言ってるけど、いや俺は選手の方が大事だと思うと、なぜならこういう経験をしたとかあれば、ぜひぜひコメントしていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。